言えばいいのか、なんて言えばいいのか。モグラ叩きみたいな感じで、なんだろう、なんて言うんだろう、どこから出るかなみたいな。どこから出るかな。なんかあるんですよ。そう、それをちっちゃい子たちがキャーキャーワーワー言って楽しんでる。 名前は分からん。 確かにね。塞いでる子いる。え、塞げるんや、あれ。靴をさ、貫通せんのや。貫通せんか。貫通できんか。大変なことになるよね、貫通したら。ちょっと想像しちゃったらちょっと大変なことになってた。アニメみたいになってる。 アニメやん、鬼滅やん。水の呼吸。水の呼吸やってるやん。大変ですね。だからキャナルシティはちょっと比較的涼しいかもしんない。噴水も近くにあるし。明日は愛媛。なんかキャナルはいろんなとこにファンの方がいた。あらゆる場所に。噴水を楽しんでいる方とか、お店を巡回している方とか、通り沿いにいろんな方と、あ、あ、そこにも、あそこにも、みたいな。
私たちが通る通路にもうスタンバってる方とか笑あらみたおもろデスクに広島駅で地下広場でイベントするときとか、なんかもう入り口のところで待機してる方とか、通る場所のカフェの席に座ってるグループとかおもろい、もう知り尽くしてる。そんなところでお茶を プロですね。明日はどうなるかな。でも明日はさすがにミニライブと、その後もすぐイベントだから、そういうのはないか。あるかな。あるかな動線、ステージまでの動線で、あらあれ並んでないの、ハハハね、そう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 、いろんな人がいるから、そうそうそう、どこに潜んでいるとか言ったらちょっと変わってきますけど、分かりませんもんね。
10時前には並ばんといかん。10時前？10時前？え、だってミニライブだって何時だっけ？14時、昼2時じゃん。あー、そういうこと。入場の、へえ。なるほどね。これがあれですね。皆さんのなんか朝は早いみたいな皆さんの朝は早いみたいなやつあ、ありがとね、ほんと。そんな朝早くからいつも楽しみにしていただいているんですね。そうだよ。どんなイベントもね、ああ、ファンクラブイベント二次申し込み、うん、二次申し込みもあります。一般チケット？そうだよ。一般チケットもね、喜んでください。なんだろうな、なんか担当の方、ファンクラブ担当の方とまた話しようと思うんですけど、なんか聞いていたのとちょっと違ったのかと思っていて、多分当選のあれが前回1回目当たった方も当たってなかった方も平等になって、平等の当たり方に、そうそうそう、そうです、2回目なんですけど私。そこは公平でしたね。
だからファンクラブの、回数増やしたいですよね。そうそうそう。そうですね。ただみんながこう、そうだね。ルールを守りながら。できたらいいなと思いますね。乗せないでって言ったものは、乗せないとか、そういったルールは守ってもらわんと次どうなるか分かりませんからね。私は見たものはちゃんと報告をしていきます。そう、今回もどうするか、どうしようかなと思ってるんですね。そうだね、イベントは増やして、でもね、増えそうな予感ですよ。なんかそう、またリニューアルして、そう、そう、アプリにもなるし、リニューアルもして可愛い感じにもなるしね。あれは7月の17からかな。私最初ゴールデンウィークって聞いてて、ゴールデンウィークかと思ってたら次7月の初めってなってて、あ、7月の初めかってなったら7月19年どん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 で、ゲームオフショットがめっちゃ前めっちゃ前から発掘して載せていこうと思ってます。すごい楽しみにして、楽しみがやっと今月です。そう、髪短い、多分7月19で確定なんじゃないかな。もしかしたら、ま、8月になる可能性はゼロではないかもね。予定だからね。まあ確定かな。
そうだね、確定、うん、日程発表してるしね。でも発売日も結構変わったりするもんね。そうだね、アプリがちょっとなんかいろいろあったのかな。いいものを作ろう、いいものを作ろうとしたらこういろいろあったのかな。うん、そう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 。いろんな人が関わってますからね。いや、どうなんでしょうか。まったりまったり。愛子さん、愛子さん、愛子さん、ま、ゆっくりお話を聞きますわ。でも私アイコとあのピザパしようっていう約束をずっとしてて、だからあの今月にはするつもりなんですよ、ピザパを。だからその時にもうゆっくり聞きましょうかって感じ。ピザパの予定は本当ですよねってさっき聞きました。ちょっとピザパのパーティーのその意味合いが変わってくる。そうなんや。ピザを食べてる場合ではないかもしれん。ピザが届いて冷めてしまうかもしれん。どうしよう。一旦食べましょうって。一回食べますか。めっちゃ早食いして。明るく明るく食べて食べます。ね、そうだよね。なんかやっぱりあの何時に配信しますわ、あの魔の言葉というか、やっぱそうなんですね。やっぱりそうなんだなと。そうだね、あのあれをちょっとスパッとスパッとしていきたいですね。
これ男女変わるかな。そうだよ。絵文字ではなかったけど。でもどうなんだろう、やっぱり推しファンの方は分かるのかな。バリーさん、 F 渋谷さん、マイセンタン、神戸のヒッキーさん、みつるんさん、マッペーさん、広島コーパセリさん、おたてさま、きちねさん、ももびりーさん、いときんさん、まつさん、ななうさん、らくらくさん、せいやんさん、まささん、ファルコンさん、フジポンさん、なおやさん、とっとり太郎さん、おうさむさん、がっちゃん、くちさん、みっちーさん、ふうさん、こうたさん、ときわさん、みーさん、けいさん、ねこのおかずさん、ろっくおんさん、ぼさつはんかぞうさん、たかのりさん、りょうへいさん、ありがとう。夜配信です。お道もうそれぞれの道、第2章もう来るのか。早かったんだけど。もう第2章ですか。二人になっても高崎でやってねって。あいこえ、マイコ軽いな。しかも手でやってね、グーポーズ。グーポーズ軽いな。リーフだね、リーフやな。どんなツッコミみたい。リーフやな。おやすみー。